サンマ苦いか酸っぱいか、お酒甘いか辛口か、私飲むのかほろ酔いか、ほろ酔いです。船戸ゆりえの日本酒足りてますか。10月20日日曜日、時計の針は深夜0時を回りました。こんばんは、声優の船戸ゆりえです。毎週ね、10分間のラジオだから本当に時間が経つのがめちゃんこ早いんですけど、来週はもう27日でハロウィン直前なんです。わーお。ハロウィンはよくコスプレしたりとかありますけど、まあ、なんかハロウィンじゃなくてクリスマスの時はね、なんかちょっとサンタさん来たりしてましたけど、まあ、やっぱハロウィンでこの番組ですると言ったらとっくりですかね。とっくりハロウィン、まあまあ冗談は置いといて、皆さんはね、ハロウィンどんな風に過ごすのか、またメールで教えてください。さてさて、今夜は先週に引き続き前田香織ちゃんと一緒に作った前船初恋旅秋の2杯目です。今回はね、2杯目なんでマリアージュ会ですからね、秋の味と合わせましょう。楽しみ。それでは今夜も短い時間ではありますけど、私とのお酒とお話にお付き合いください。船戸ゆりえの日本酒足りてますか。それでは前船初恋旅秋2杯目いただいちゃいます。やった。なんだかんだでね、ちょっと片口の方も開いちゃったので、今継ぎ足しておチョコに、いい香りなんです、これが。いただきます。はぁ、美味しい。最高です。そしてね、今夜のマリアージュはなんとサンマの塩焼きでーす。わーい。さっきからいい香りがずっと来てて、もう我慢するのが大変でした。ということで、ここにサンマがあります。いろんなちょっと付け合わせがあるんですけど、一旦、サンマだけでちょっとマリアージュしてみたいと思います。いただきます。はん、これは、いいですね。もうサンマの旨味苦味がこの初恋旅秋のまさに旨味苦味にマッチしております。全然なんか負けてないですね。お酒もサンマもなんて美味しいんだ。ここで、なんとすだちがございまして、すだちと、よいしょ、すだちブシュッといっぱいかけて、と、ここにおろし醤油がございます。なのですだちおろし醤油でいただいてみたいと思います。いやーな、絶対ね、絶対美味しいよこんなの。よいしょね、すだちおろし醤油いただきます。なんだこれ。美味しい。これは天才です。そう、お酒がね、少し甘いからね。そう、サンマもやっぱ甘みあるじゃないですか。はあ、なんか全てがなんだろうな、もう天才なんだよな。美味しいです。これみんなちょっと試してみてほしい、サンマ、すだち、おろし醤油。すだち、あ、お酒に絞ってみちゃう？お酒に絞ってみちゃう？そんなことしちゃう？じゃあ、前船初恋旅秋にちょっとすだちを絞ってちょっと足してみたいと思います。そして、あ、これいいですね。やっぱすだちの酸味と苦味さらに足されて、あー美味しい。なんだこれ、さらにパワーアップした感じします。カクテルみたいですね、飲みやすすぎて。
あーちょっと甘みがちょっと強いなって感じられた人はもしかしたらすだちをちょっと入れたらめっちゃ良くなるかもしれないです。とっても美味しい。ちょうどいい甘さです。最高です。はい、今夜皆さんからのメールを読んでいきたいと思います。くたねこさん、ありがとう。船戸さん、はじめまして。初めてお便りします。ありがとう。最近番組を知って、一杯目から聞き始め、最新回に追いつけました。最近クラフトビールも楽しんでいますが、日本酒が一番好きですね。82から83杯目で紹介された、蓬莱の渡辺酒造店さんには過去に訪問し、並びに古い街並みは歩いても楽しい街でした。渡辺酒造店さんは1カップや 300ml 瓶が当たる地酒ガチャガチャがあったのですが、今でもあるのかな？何それ？その時引き当てた1カップの蓬莱小町桜や蓬莱上泉も美味しかったですが、私が好きなのは蓬莱蔵元の隠し酒です。船戸さんの声に癒されながら美味しい日本酒を飲むのが至福の時間です。ありがとう。初めて聞いていただいて1杯目から？え？だってもうさ、何杯目？ 95 杯目だよ。すごっ！わー、嬉しい！ありがとう。こうしてね、知ってもらえて、お便り送ってくれたこととっても嬉しいです。こうして日本酒の輪がもっと広がればいいなー。ね、すごい。あと、何この、地酒ガチャガチャ？これ私もやりたい。いいなー。すごい楽しそう。素敵なものを教えてくれてありがとうございます。さあ、そろそろね、お時間となってしまいましたので、恒例のキャッチコピーをつけてみたいと思います。私なりに前船初恋旅秋にキャッチコピーをつけるなら、決めました。秋の味覚と初恋の秋、見つけたです。今夜もごちそうさまでした。船戸ゆりえの日本酒足りてますか？今夜もあっという間に閉店のお時間です。今日ご紹介したお酒、前船初恋旅秋はもしかしたらまだ買えるかもなので、チェックしてくださいね。そして来週末はミックスジュースフロムアミボチャンネルファンツアーが行われます。やったー。参加される方はお楽しみに。どんな感じだったかね、この番組でもまたお話しさせていただくかもしれません。よろしくお願いします。そしてお知らせ、アミューズボイスアクターズチャンネルフェス2024大ヒットアニソン忘年会、12月7日土曜日 LINE キューブ渋谷にて行われますので、こちらもチケット情報など SNS をチェックしてください。よろしくお願いします。番組ではあなたからのメールをたくさんお待ちしています。お酒にまつわるほろ酔いメッセージや番組の感想、私に話してほしいことや質問、何でも OK です。メールは番組ホームページの投稿フォームから送ってください。メールをくれた方の中から抽選で毎月4名様に番組オリジナルステッカーをプレゼントします。たくさんのメールをお待ちしてます。公式 X もありますよ。番組収録時の様子など、ここでしか見られない写真や動画をアップしているので、フォローよろしくお願いします。ハッシュタグは、日本酒足りてますかです。日本酒は漢字で、足りてますかはひらがな。ぜひ番組の感想などもポストしてください。それではお別れです。また日曜深夜、日本酒の時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、船戸ゆりえでした。日本酒足りてますか？またねー。